藤沢市東洋のマイアミビーチ東洋のマイアミビーチアメリカのマイアミビーチ東洋のマイアミビーチとは藤沢市南部の海岸を観光地として売り出すためのキャッチコピーあるいは藤沢市の海岸部のニックネームである当初藤沢市は東洋のマイアミとして売り出したが1959年世界的なビーチリゾートマイアミビーチ市と姉妹都市提携を結びその段階から 東洋のマイアミビーチとして興に及んでいる。1946年、ザビアクガートのプラジャでマイアミがヒット。日本でも1950年代に流行。1947年4月1日、鎌倉郡、片瀬町が藤沢市に合併。藤沢市は江ノ島を要する観光都市に発展し、合併により、久米沼、片瀬を一体化した観光地開発の基盤ができた。 1951年、朝鮮戦争が山場を越すと、神奈川県北部の米軍施設から休日になると、米兵たちが浜辺でバーベキューやサーフィンを楽しむためジープで乗り付けるようになり、地元では GI ビーチと呼ぶようになった。彼らがこの海岸をマイアミと呼んだことから、後に藤沢市が東洋のマイアミとして売り出すきっかけになったと伝えられる。 1957年5月3日、江ノ島水族館が、片瀬西浜にマリンランドを開設した。この頃から、全米屈指の海洋リゾートとして知られる、フロリダ州の中心都市マイアミから、藤沢は、片瀬、久げ沼地区を東洋のマイアミとして売り出した模様である。原則としては、藤沢市南部のビーチリゾート地帯である、片瀬地区、久げ沼地区、 辻堂地区の海岸部が対象地区とされるが、江ノ島マイアミビーチショーには市内全域の夏のイベントが含まれている。サムエル・コッキング園内、マイアミビーチ広場に立つモニュメント。ありがとうございます。